プロ野球界を大きな社会問題にまで巻き込んだ江川トレード劇。2月8日、東京芝の東京グランドホテルで開かれたプロ野球実行委員会で一応の決着を見せた。が、完全にスッキリしたものではなく、プロ野球史の汚点として残った。江川小林のトレード契約は白紙に戻した。小林は改めて阪神にトレードした。江川は開幕日まで移籍は認めない。栃木県小山市の自宅を訪れるファンに球団名を書き込まないでサインをする江川。各地のキャンプ便りをよそに、小山総合運動公園でただ一人自主トレーニングを繰り返す。決して好意的でない地元のファンの前で、江川は自分が置かれた立場をどう考えているのだろうか。江川が夢にまで見た巨人軍のキャンプ。同僚小林を犠牲にしたナインの胸中は複雑だ。その上、小林が抜け、戦力的にも大きなマイナス。巨人投手陣に大きな不安がよぎる。V9 の一人土井も現役からコーチへ。若手がどこまでカバーできるのか。世界のホームラン王、ワンちゃんももう39歳。キャンプイン以来、笑顔の消えた長嶋監督。江川色の響く巨人のキャンプだ。潮風も暖かい南国宮崎。鹿児島県に近い串間にキャンプを張った中日ドラゴンズ。連日、ミスのない野球の確率を合言葉に厳しい練習を繰り返している。ベテラン高木守道はやはり攻守の要。ジャレット・ジョーンズの両外陣に4番の座は渡さないという一塁大島。三塁定着を狙う森本。本塁ベースを死守するベテラン木俣も守備練習に余念がない。強化された投手陣、15勝を狙う三沢。左のエース松本。成長著しい青山。新人藤沢には稲尾コーチが付きっきりで指導。昨年の分まで頑張るという鈴木隆正。ドラフト1位入団、高橋道武。監督2年目、
中監督を中心に一丸となって優勝を目指す中日ドラゴンズだ。